レンフェ1 3 0系またはタルゴ250はレンフェが所有する機関化変動力集中方式を採用した高速鉄道車両である。機関変換装置を通過することによって停車することなく走行する軌道に合わせて機関が変更できるタルゴのシステムを採用している。先頭部のデザインからタルゴ350ともどもアヒルに形容されることから 現地の鉄道ファンの間では、パトと呼ばれている。130系編成は、ボンバルディアトランスポーテーションで製造された両端の、動力車2両とタルゴ車で製造された中間のタルゴ、セブン連接客車12両で蘇生され、臨フ在来線の高期区間と高速新線の標準機区間双方の走行に対応している。先頭部は2分割する、連結機カバーが設けられ、 密着連結機が格納されている。これによって輸送量に応じた編成の増減が可能となっている。レンフェでは 130K を45編成導入している。最初の2編成は2006年末に受領し、2007年9月6日に営業運転に投入された。これはスペイン国内で新たに開業した高速新線に対応したもので、 従来の252軽機関車牽引による最高速度時速 220km の高速新線乗り入れ列車を時速 250km に向上させ長距離での所要時間を短縮し鉄道輸送のサービスをより高いものに改善する目的があった2010年時点ではマドリード・バリアドリッド間の高速新線を経由し基本までの系統などに導入されている 編成出力は高速新線の交流25000、ボルトでは4800キロワット、最高速度は時速250キロメートル、在来線の直流3000ボルトでは4000キロワット、最高速度は時速220キロメートルである。客車部分は低重心などタルゴ型客車の特性がそのまま活かされている。今後2010年までに 101K で運転されている。 ユーロメッドについても本系列によって置き換えられる予定である。レンフェ 730K レンフェは高速鉄道専用線が未完成の地方へも高速鉄道サービスを行き渡らせるため電力とディーゼルの両方の動力を用いることができるハイブリッド列車の導入を決めた。2009年に発表されたところによれば 130K のうち15編成を電気機関車と 電気式ディーゼル機関車としての機能を持ち合わせたハイブリッド車両へと改造し、2012年にマドリードとムルシアを呼び、マドリードとガリシア方面を結ぶ、非電区間を含む路線に導入することになっている。改造を施した 130K は、前後の動力車の G に、ムツ 12V4000R43 リットルエンジンを2機、搭載した電源車を並結し、 運転席からのモード切り替えによって、動力車に給電を行う。ディーゼルモードでの最高速度は、時速 180km となる。タルゴ及び、ボンバルディアが計7800万ユーロでこの契約を受注した。当初は 130HK というコードネームが与えられていたが、後に 730K へと変更された。730K は、 2012年6月17日、マドリード・ガリシア地方間とアリカンテ・マドリード・ガリシア地方間での運転を開始し、所要時間を最大で57分短縮した。しかし、2013年7月24日に7 3 0系のうち1編成がサンティアゴでコンポステーラ列車脱線事故を起こしている。レンフェは1 3 0系を元にして、機関可変機構を搭載し、 なおかつ最高速度が時速 250km を超える新型列車の開発に取り掛かっている。ウズベキスタン鉄道は2009年、ュケントサマルカンド高速鉄道に導入するために、タルゴ社等に130系を発注した。2011年7月よりに編成が順次、ウズベキスタン側に引き渡され、2011年10月にアフラシャブ号という列車名で、 営業運行を開始した。ありがとうございます。